ちの方が成績も個性も上なのに一緒くたにされてんのが地味に嫌だったからさ。剣道さん、違いますの。本当は違いますのよ。私未だにトンマの未熟者。そんな私を上だとおっしゃってくださるあなたに情けない姿見せるわけにはいきません。想定していたからこそ窮地からでも勝利への組み立てを行える八百万桃の得意分野だ。桃、これまで培ってきた全て今の私を見せなさい。ちょっと大砲って。時間がかかりますの。大きなものを作るのは